こんにちは、PZP です。今日は栃木市の倉友さんに来ています。何しようかな。悩むね。こんにちは。混んでますね。満席かな。すいません、相席いいですか。じゃあここで相席させてもらいます。はい、どうも初めまして。どうも初めまして。何にする？愛のジョージア料理。あ、そう、これあれです。それしかないじゃん。それがこの間、あれ送ってきてね、うん、写真見た。それです。あれ送りましたっけ。お、見てないじゃん。あれ、小平さんにだけ送った。ない、見てるかな。デザートセットがいい。デザートセットがいいですか。これ今なら550円で、詳しく。ジョージア料理、シュプメルリとデザートセット。はい、塩から作ってる餃子。お店の人みたいな感じ。そうですね。そうですね。本当に。はい。今日こだわり餃子2つですね。はい。と、シュクメル。デザート盛り合わせ。はい、ソース。あ、出る。はい、キウイ、キウイ、おろし、キウイ、おろしで、はい、あとで頼みます。はい、はい。トッピング、あ、トッピング、親切だね。どういたします。え、水曜しか休まないの？もう一つのこれは、これをつけて食べる。
り口から出ても あんまり意味ないんですよね。コラーゲンお肌に、ハイビスカスって花じゃん。それではデザートを話します。デザート豪華です。おお、白桃、チューリー、白桃チューリー、はい、ありがとう。こんにちは、PZP です。今、栃木市の倉友さんというところでアーティストの方に会いました。サービスで絵を描いてくれるというんで、ちょっと今頼んでいます。この方の作品はだいたい1万円から5万円程度で販売されているんですけど、今日は特別に
まあ、偶然であったんでそれを記念してサービスだそうです。出来上がりが楽しみです。はい、先生ありがとうございます。こんな素晴らしい作品がわずか5分で描き上がりました。今にも動きそうな、飛び出してきそうな猫ですね。素晴らしいです。一休さんもびっくりって感じです。先生ありがとうございます。はい、今週の視聴者プレゼントです。このサインっていうかイラストを描いてくれた人は、なんかさっき聞いた話だとジブリで働いてたとか働いてないとか言ってたんですけど、なかなかね腕のある人でした。このちびうちはですね、抽選で1名様にプレゼントしたいと思います。宛先はこちらのメアドまでお願いします。ではまた。どうもごちそうさまです。Thank you.